はようございました。今回は Tinder でお会いした女性と普通に仲良く飲んでいる動画を撮影しようとしていましたが、いろいろあり不本意ながらこのように狂ってしまいました。狂ってしまった原因の解説を部分部分に挿入して動画を作りました。最後までご覧いただけたら幸いです。さんですか？いえいえ、仕事終わりだったん？しとる。え、バーを取ってある。バーを取ってある。そう。何それ、どういうこと？え、予約してるってことよ。何のバー？何のバー？え、普通の何のバー？お酒のバー？え？普通のバー。普通のバーだよ。あ、ここだわ。こっち。バーとかよく行くの？全然行かない。俺も知らない。俺もたまにしか行かない。知らない。この高圧的で威圧的な喧嘩口調を浴びせられたことが私が狂ってしまった原因である可能性は非常に高いと思われます。あの予約してる。はい、どうぞ。この顔失礼します。普段何が待ってますか？え、今日はね、そのネットでやったんですか？2人はもうめちゃくちゃ前だよね。顔はタイプなんですか？私ですか？はい。正直言っていいですか？はい、全然タイプではない。俺が絶対しちゃって。タイプではないにしても、もう少し気を使った言い方をしてほしかったというのが胸三寸でした。このシーンが狂ってしまった原因となるということは申し上げるまでもありません。え、それは、その、会ってすぐってことでしょ？いや、違う。でも、俺らみたいにこうやって話し合って、お互い分かり合った上で。でも、タイプじゃない。いや、思うじゃん。あ、4人とも。タイプ。お、出た。上田氏、ちょっと待って。でもなんかチャラそうだから、いろんな女とやってそうじゃん。こいつ？うん。まあ、コンチローマーだよ。だから、嫌だ。でもタイプなのは、背がでかい時。身長が高いから、かっこいいなって。そんなんすよ、一緒に寝とったら払えんやん。だから別に、顔は別にタイプでもない。あれ、ガチよ。そうや、ガチ。いや、お前が持ち帰る。残りが変えていい？残りが変えていい？残りがいい。まあ、じゃあ一回まとまったということで乾杯しますか。水だってば。水。じゃあ今日はちゃんとの出会いに乾杯。乾杯。やっぱり週末が忙しい。そうですね。金曜とかが忙しい。経営者が友達ばっかりだからあんまり変わらん。いつも。ちょっといい。何？はい。すいません。あ、ごめんなさい。さっき、そう、二人きりで話してるときに、わかりすぎるみたいな、そういう話。すぎる。なんか、だから別に、電車の時間で飲むのはいいんだけど、なんかさ、こう、あからさまだから、すごい、周りが。おう、あからさま？なんか、一人帰らせようかが多いから、そんな感じでした？だからごめん。あからさまだから感じ悪いや。すごい分かりやすいから。下手くそだなっていう。友達のノリ的な感じで、この人今日持ち帰りたいらしいですよ、などと冗談で店員さんが言ってくれたのですが、女の人はそれを冗談だと認識することができなかったと思われます。この勘違いは何とも思わなかったのですが、人を見下すような発言が多々見られまして、そこはこの女性のために教えてあげないといけないという使命感に駆られました。私、不器用ですが、私なりの伝え方で伝えました。日々にも狂いゲージの方がいっぱいになってしまい、お見苦しい箇所もあるかと思いますが、ご了承ください。まあ、はい、多分、僕は、送ってたかな、そういうふうにいろいろしてくれてるみたいな感じだと思うんですけど、そういうのとさっき二人で話してくれて、わかりやすすぎるみたいな感じで言われて。ちゃんとできんのか、お前ら。まだそんな、いい加減なことしてる。いや、さっきとかさ、なんかゲームで負けたりした時とか押したりしてきたやん。それ見られとるんやって。それをさっき言われたんだわ。どんなお前だと思ってんだ俺。いや、そんなつもりでやったわけないです。どんなに恥ずかしい思いしたと思ってんのか。お前ら。いい加減にしとけよ。いや、さっき押したりしてきたやん。はいはい。俺が、なんか持ち帰りしたがってるみたいなことも言ってきたし。あ、すいません。僕ついてなかったんで、そのなんか、もし、なんかあるんだったら。ちょっとまあ、酔っていけでおっしゃってたかもしれないですけど、そんな。言われとんだわ、言われたいってことだ。もうちょっと、まともにやってくれんと。何のつもりはないですけど、全く。謝れ！
いや、なんか、申し訳ないですけど、そのなんか、まあ、うちの先生なんかあるんだけど、面白いですって。ちょっと来いよ、お前も。はい。僕はその着くの遅くなって、申し訳ないですけど。着くの遅くなったとかじゃない。はい。持ち帰りたいなら、他の人にした方がいいみたいな感じで言われたんで、だから持ち帰りたいみたいな感じが伝わってるってことじゃないか。そのうちに、やつかは違うんですけど。だから、バーってなんか、その、おい、キノコ！こっち来いや！キノコ！おい！こっち来いって言ったら、はい、すぐ来いや。最初、これ、あいつの仕事があるんですよ。どんな思いしてんだもん。どうお前もだよ！いやいや、それ、多分関係ないよ。タイプじゃないとか言ってるけど、失礼なの。ちょっと考えろ。本当にタイプじゃなくても、そんな、言わんくていいだろ。自分のこと棚にあげて。いやいやいや、わかんないですけど、多分悪くないと思うんで。たまたまその今日出会ったばっかりで。どうするこれから、今から帰るのか、朝まで飲むのか、決めていいよ。いや、こんなの壊れてるんですね。よし、あ、一回僕らに、よし、よし、取れます。よし、帰る？ごめんね。あ、どうしたんですか？なんで俺だけ出んとか。え、どこ？おじゃ、え、天気じゃ。私最初天気だった。どうした？ごめんな。まあでも、この人たちすごい良くしてくれてて、それなのになんかタイプじゃないとかそういうの言ったのが気に食わんかったから。ごめん。まあ、いろいろありましたね。もう盛り上げようとしてくれたのはわかる。まあ俺も言い過ぎたのが悪かった。はい。あ、ちょっといけないか。この後予定あるんで。そう。さっき僕たち呼んだんで。ああ。はい。あ、全部さっきから設定したんですけど、申し訳ないんですね。ああ、そうなんですか。うん、大丈夫。あ、今日忙しいんで。ああ、そう。うん。また遊ぼうな。絶対来いよ。次回予告。待って。